今回の釣りたいは東京湾中野瀬でのシロギス釣り。小気味良い引きが楽しめるシロギスは透明感のある美しい魚体を持つことから海の女王とも呼ばれています。初夏から秋にかけてのベストシーズンにはビギナーでも数が狙え、食べても美味しい人気のターゲット。果たしてシロギス攻略なるか、お楽しみに。この番組は釣り具のポイントと関電工の提供でお送りします。こんにちは、プロアングラー山口みつるです。アシスタントの宗田淑です。淑さん、はい、今日ですね、はい、このシーズンそろそろもうみんな食べたいでね、うん、待ってたんじゃないかというターゲットです。はい、白ギス。わーい、お久しぶりですね。そうで、今日もね、ポイントさんから応援に来ていただいております。はい、どうぞ。釣り具のポイント横浜続き店の向井と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。向井さんはね、と上手な人なんで、はい、今日白ギスです。はい、どうですか。そうですね、やはりテクニカルな釣りですし、まあ、食べて美味しいのと、あとはまあ手軽にできるっていうのが非常に魅力的ですので、まあ、非常に楽しみですね。うん、まあね、今日いろんな、ね、道具使ってやってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは行ってみましょう。お世話になる船宿は金沢漁港から出船しているすすむ丸。親切で丁寧な接客が魅力のすすむ丸はビギナーに最適な船宿。シロギスは午前午後出船の半日船が基本となります。すすむ丸では出船前にスタッフが釣り方をレクチャーしてくれるので安心して釣りが楽しめます。今回使用する道具がこちら、竿は高宮のライトステップ2キス180、リールはノーブの2000から2500番台、小型の片天秤を使用した2本針仕掛けが基本です。この日は濃い霧が発生していて、出船直後は沖に出ることができない状況。しばらく港周辺で釣りをします。じゃあね、今日今ね沖出ようと思ったら、はい、ご覧の通りすごい霧ですね。霧なんですよね。うん、だからなかなかね、こう安全第一で、やろうってことで、この餌付け刺してあげて送っていく、できればこういう状態、基本的にはこの通し刺し、これで OK。 はい、まずエビかけます。あ、はい、カチャ、はい、で少しブランポン、少し飛ばす、そう、まあ、これでました。ありがとうございます。そこトントンね、サクってね、着底、そうで、そこに重りがつく、必ずつく感じにしといてください。はい、もうちょっと持ち上げて重りがポン、そう、これで誘って止める、またトントンで誘って止めるっていう感じかな。いるだろう、シロギス。一匹はいるからね。うん、いるはず。当たった。山口プロ、早速ヒット。当たりですか？うん、すごい。餌ゲット。ファーストヒットは糸引きハゼ。シロギスと同じポイントで狙えるマゴチの生き餌としても活用できます。会場は依然として濃霧に覆われていて厳しい釣りが続きます。いや、今日シロギスなので、まあぼちぼち釣れるかなって思ってたんですけど、ちょっと今霧も濃いですし、なかなか渋い状況でちょっと不安ですね。船内皆さん渋いので、ちょっと頑張らなきゃです。いや、私自身も初めてですね。なかなかここまでの霧ってないんじゃないですか。やっぱ早く沖に行って釣りたいですね。ポイントの向井さんは天秤仕掛けではなく、重りを仕掛けの一番下につける胴突き仕掛けでシロギスを狙います。
来ました。向井さんヒット。ちょっと物いいですよ、物がいい。さあ本命か、本命だ。おお、いいじゃん。やったー、釣れました。キスゲット。もうそこの方をちょっとズル引きしながら誘ってきてると、もう穂先がクググッと入ったような形です。結構当たりは分かりやすかったです。向井さん連続ヒット。これも本命らしき引きです。いきつけっと釣れました。今回使用しましたのは釣り具のポイントオリジナルブランド HB コンセプトより発売しておりますライトステップ2キス180となっております。こちらの竿は日本継ぎの竿で船キス専用竿となっております。非常にコスパのいい低価格帯の竿で船のキス釣り初めての方にも大変おすすめなロットとなっておりますので、ぜひ釣り具のポイントでお買い求めください。この日まだノーヒットのしくちゃん、本来とは違うポイントに苦戦中です。あ、一瞬当たった。したらね、コツコツしたり違和感なく軽くだけ誘ってれば追ってくるから、追い食いするから。今の当たりシロギスですよ。うん、だと思います。なんかそんな気がする。でも盛りつかんで、でもめっちゃ一瞬だ、一瞬でしたよ。そうで、その時にね、できればちょっと横からやったがいいな。まっすぐだと、はい、天秤のところに仕掛けが絡む可能性がある。あで立てとくと手前に天秤がフッてやってトンってついて、餌がスーッてこう流れてきてトンって落ちてく、シロギスが来るっていうイメージ。うん、だからね、トン、トンでちょっと巻いて、うん、でここで止めるとまたトンってつく。これがそこで、こうやってどん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 手前の方に探ってきて、でまた再投入して、あ、シロギスだ、シロギスだ。チクちゃんついにヒット。ここは慎重に行きたいところ。え、シロギスかな。いや、なんかバレてないか心配。バレてないよ。あー、あー、バレちゃった。食われてる。いや、今の良かったのにな。あの、まあ、もう1回当たって、はい、もう1回だね、巻き始める前にね。はい、うん、あの2番目の当たりで巻いてこいっていう感じ。いやー、悔しい。森田さんいるよ。早朝から続いていた霧が徐々に薄くなったところで、いよいよ本命ポイントの中之瀬に向かいます。それではね、ここ、中之瀬、本来のポイントです。ここからね、どんどん釣っていきたいと思います。山口プロヒット。よいしょ。よいしょ。引きがいいね、シロギスは。本当に。最高。当たり自体はこう探って探って細かく細かく餌を動かしながらね、追ってきて針を吸い込ませる時間を作ってあげる。したらもうコン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 って当たりが出ましたね。ポッてこう逃げちゃうといけないから、ちょっと糸出すぐらいでいいかもしれない。餌を動かしすぎちゃうともう追ってこなくなっちゃう。当たった。チクちゃんヒット。やっと来たぜ。
よし、釣れました。まあ明確な当たりがあって、でそこからちょっと慎重に様子見てたんですけど、2回目の当たりがなくて、山口さんにちょっと竿、あの糸出してって言われて下げたらビクビクってきたので上げてきました。ちょっと小ぶりですけど本命です。向井さん来た、どう、虫ガレーだ。お、虫ガレー釣れたのは、シロギス釣りのゲストとしては定番の虫ガレー。生命反応は良好、釣果も徐々に上がってきました。出船直後はノームという珍しいコンディションの中苦戦を強いられましたが、本命ポイントに着いた途端にシロギスが連発。さあここからが本番、この調子で後半戦も頑張っていきましょう。今回の釣り隊は東京湾中之瀬でのシロギス釣り。時折釣れる様々なゲストの魚も船中を盛り上げてくれています。これあれだ、ああ詳細、絶対いい引きだったぜ。詳細フグ、綺麗な詳細フグですよ。これねリリースしないとね。おじゃね、あ泣いてる、はいよ、キュー。前半から好調なのはポイントの向井さん、順調に釣果を重ねています。向井さんヒット、両肩のシロギスをゲット。さらにかかったやろ、こちらも本命のシロギス。道具の扱いにも慣れ、投入もスムーズになってきたしくちゃん、本命の当たりを待ちます。しくちゃんヒット、いいんじゃない。久しぶりに手前側で当たった、小ぶりですが、本命のシロギスをゲット。当たった。お、いいんじゃねえか、いいんじゃねえか。さっきより引いてるな。それいいんじゃない？さっきより肩がいいことを祈る。ああ。あ、もうちょっと巻いた。よし。しくちゃんサイズアップ。若干サイズアップしました。もうちょい頑張ります。ここ偉いで。針を飲み込まれた時は。エラブタの下に指を入れて仕掛けをまっすぐに引っ張ると針が出てきます。お試しあれ。山口プロヒット、ラストスパート、ここからシロギスが連発します。うわ、ちっちゃかったけど、こういうのが出てきたんだね。本当はね、これ夏ぐらいのサイズ、本当は数釣りのサイズなんですけど、もうこの今年は出てきた。ひょっとしたらサイズ1機すごくいいかもしれません。よっしゃー、どうだ、全然当たりなんかなかったけど全然当たりなかったんだけどね、今かかっちゃったね、なんかがね。シロギスです。
トムレ通過中かも。よっ。もう二枚塩みたいになっててね、下から多分10メーターぐらいのところでもう潮の向きが変わっちゃうような感じ。キクさん下にいるぜ。下に。うらー。終了。最後は両肩でダメ押し。起き上がり直前のシロギスラッシュでした。そうですね、今日は全体的に当たりがなかなか出なかったので、ちょっと難易度高い状況ではあったんですけど、それでもやっぱり当たりが出てくれば明確な引きが楽しめる、すごく楽しい釣りですし、これからどんどん暖かくなってきて、釣りやすい時期に入ってきますので、初心者の方含め、ぜひ船のキス釣りチャレンジしてみていただければと思います。まあね、なかなか苦戦する時間も多かったんですけど、まあでも結果見ると前回やった時よりも数釣れたので良かったです。今日はまあ朝の霧のね状態でなかなか、釣り時間がね短くなってしまったっていうのはちょっと残念だったんですけど、まあ中の瀬、まあ本格的なねこれからポイントになってくるわけなんですけど、まあ気がつけば皆さん結構釣ってたんでね、今季いいんじゃないかなと思います。でサイズも小さいのもいますけど大きいのも混ざってくるような感じで、これからの、シーズン本当楽しみだと思います。でまたこれ挑戦してみたいと思います。出戦直後はまさかのノームで沖に出られない時間が続きましたが、終わってみれば釣果は上々。シロギス釣りはこれからがベストシーズン。ビギナーでも釣果が期待できるので、ぜひ挑戦してみてください。釣り具のポイントインフォメーション。このコーナーでは釣り具のポイントから耳寄りな釣り情報をお届けします。こんにちは、釣り具のポイント横浜続き店の岩崎と申します。今回商品をご紹介させていただきます。こちらのポイントオリジナルファルケン R のフックリムーバーとなっております。こちらのフックリムーバーがファミリーフィッシングからルアーフィッシングまでお使いいただける簡単ワンタッチで魚から素早く針を外せる商品となっております。こちらさまざまな形状のフックに対応しております。魚へ触れることなく針を外せるので、魚への負担も少なく毒魚も安全に処理することができます。こちらぜひお買い求めください。釣り具のポイントでは毎月1と5のつく日はポイントに行こうの日として、ピーズクラブカードのポイント大幅アップデートなっています。1日、5日、11日、15日、21日、25日、31日はポイントアップデー。獲得ポイント大幅アップの大チャンスです。当日ピーズクラブにご入会いただいた方もポイントアップの対象となります。ぜひこの機会にご入会ください。お待ちかねのお食事タイム。釣りたて新鮮なシロギスを港でいただきます。さあ、はい、作りました。シクさんに食べていただこうと思ってです、ね、わーい、ありがとうございます。もうみんなちょっと手伝ってもらいました。はい、ありがたいです。これは皮付きでしゃぶしゃぶね、はい、でこっちはお刺身、はい、でなかなかそのシロギスのお刺身って釣らないと食べれない、ね、ないですね、うん、はい、ぜひね食べてみましょう。はい、いただきましょう。シクさんどうぞ食べてください。はい、じゃあお刺身いただきます。うん、おいしい。おいしいでしょ。淡白でね、でも甘みがあっておいしいです。だからこれね、うん、やっぱりなかなかこの釣らないとな食べれないんだけど、うん、実際こう食べてみると、はい、すごくこう淡白だからいろんな料理に合うんだけど、うん、実はお刺身いいです、うん、ね、美味しいです。と言ってて俺もいただいちゃいます。はい、もちろんです。すいません、うん、刺身食べた、うん、脂乗ってる、うん、脂乗ってますね。乗ってるね、うん、美味しいじゃないの。じゃあしゃぶしゃぶですね。食べてください。もう大きいのでいっちゃっていいじゃないですか。いいですか。大丈夫ですよ。この大きいやつ、わあ、綺麗。いただきます。
うんうん、どうですか。美味しすぎる。美味しすぎでしょ。美味しすぎる。焼き酢のしゃぶしゃぶなんて食べたことな ないので、うん。で、白ギスって数釣れる時があるから、まあ、いろんな料理に向くんだけど、しゃぶしゃぶにやったらどんどん食べれちゃう。そうですね、火入れるとね、また甘みが増すというか。じゃあ僕もちょっといただきますね、はい、いや、いかがですか。身がやっぱりこう通してみるとこうしっかりキッてなって、そうですね、いや、好きだなこれ、うん、やばいな、やばいですね。釣り後にこれは贅沢だ。いや、美味しい。はい、もう一回食べて。大満足だ。美味しい美味しい、ね、よかったです。出汁もいいね。はい、ポン酢もまた合いますしね。さあ、はい、美味しくいただいたところで、はい、大満足です。しく、ね、さん、どうでしたか今日は。はい、白ギス久しぶりでしたよね、うん、で、やっぱり感覚を思い出しつつ、まあ、繊細な当たりを見逃さないだとか、うん、その当たっても合わせられるかとか、そこがまた難しいところではあったんですけど、まあ、でも船内ね、皆さん釣れてましたし、うん、私も前回やった時よりも釣れたので、うん、はい、楽しかったです。うん、よかったな。山口さん、いかがでしたか。あの、今日ね、あの朝本当いい時間帯に今日は霧濃霧ってことで、全線東京湾の船が、うん、あの出れなかったね、はい、でみんなで待って、あの釣り物によって出れる船と、うん、まあ今日は残念だけどやめましょうっていう船と、まあ、安全第一で、はい、やってました、はい、ただ魚の方はね、思ったより釣れた。うん、よかったです。当たればね、ちゃんといいサイズを釣れてくるし、はい、たくさん皆さん本当に楽しんでたんじゃないかな。またね、うん、秋になるとまた違うし、夏も違うし、うん、この白ギス1年できますからね、はい、鈴丸さんでやってみたいと思います。はい、はい、またお願いします、はい、それではまた次回お会いしましょう。釣りたい。この番組は釣り具のポイントと関電工の提供でお送りしました。